こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、わからない部分、例えばわからない問題だったりとか、まあ、テキストで言えばわからない箇所ですね。そういった部分に直面したとき、どうするのか、これについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、これすごく重要なんですけども、これ特にですね、わからないと気になる方、この方すごく注意していただきたいんです。わからない場合は飛ばすっていう方は、もうそのやり方で問題ありませんので、そのやり方続けてください。今回お伝えしたいのは、わからないと気になって前に進むことができない、そんな方に今回はお伝えしたい内容となります。そういった方っていうのは、わからないとき、テキストを読み返したり、新しい教材を買ってきたり、ネットで調べまくったりってやるんですね。で、まあ、これでですね、ある程度わかれば問題ないです。つまり、やっていただいてすぐにわかったというのであれば全然いいんですけれども、多くの場合が、このわからない問題って、もうつどつどやっぱ生じてくるんですよ。何回も何回も出てきます。そういった場面が出てくるんですね。で、そういった時に、じゃあ、毎回毎回、わかるようになるか、そうじゃないと思います。必ずわからない部分って出てくるんです。これやってもわからないって出てくるんですよね。で、そうなってきた時に、飛ばすことができないとどうなるかというと、もう全然前に進まなくなっちゃうんですよ。ずっとその箇所を考えたり、調べたり、何度も読んだりするんですよね。でもわからない。一回ぐらいであれば、まあ仕方がないかなって思えるかもしれないんですけども、それが何回も続くと、やる気がなくなってくるんですね。わからないから。で、こうなってくると、もう勉強をやめちゃう。一旦勉強を止めてしまう。で、試験半年前とか、試験3ヶ月前とか、一定期間過ぎた後に、あ、やばい、勉強しないとって思ってまたやるけれども、同じようにこれ繰り返しちゃうんですね。なので、わからないと気になる方、この方はね、ぜひ注意していただきたいです。意識してほしいです。それは何かというと、わからない部分は飛ばしましょうっていうところなんですね。で、これを言うと、じゃあわからない部分飛ばしたけども、それいつ勉強するのっていうご質問出てくると思います。で、それっていうのは2週目とか3週目とか4週目とか、いつでもいいんですよ。いつでもいいから後でわかればいいんです。で、もしかしたら、5週目、6週目、7週目やってもわからない可能性も出てきます。で、それはそれでも別にいいんですよ。おそらくそういった問題ってそれほど多くないと思います。宅建の勉強していたらそういった問題って絶対出てくるんですよ。どれだけ調べてもわからない。でもそういった問題に固執するっていうのはすごく非効率なんですよ。だいたい過去問であれば8割ぐらい解けるようにしておけば OK です。とりあえず。で、言い換えると残り2割はわからなくてもそれほど気にしなくてもいいんですよ。多くの方が完璧にしようって思うからそこから先に進めないわけですよね。で、一方で8割でいいやって思ってる方は、例えば過去問10年分8割やる。で、予想模試やる。予想模試も、例えば、1冊あったとして、1冊を8割やる。で、2割分からなくても気にせず飛ばして、次の新しい模試やる。これも8割解けるようにしてってやった方のが、過去問10年分を完璧にしている方よりも、たくさん問題を解いてるわけですよね。で、しかも知識の量も増えてると思います。しかも関連ポイントもおそらく勉強しているので、8割でいいやって思ってる人の方が合格はしやすくなるんですよ。なので解けない問題が出てきたからといって止まらないようにぜひしていただければと思います。1週目とかだともう多くの問題がわからないと思うんですよ。でも気にせずとりあえず読んでいただいて、あ、どういったことを勉強するのかなっていった観点で読み進めるっていうことがすごく重要になってくるんです。私自身も過去問とかっていうのは7回ぐらいはやったと思います。7週ぐらいですかね。で、これはすべての内容を7週やってるわけじゃないんですよ。簡単な部分っていうのは、もう2、3回の復習で終わってると思います。でも一方で、内容やっぱ難しくなってくると、何回も何回も復習しないと、定着しないんですよね。理解もできてこないので、なので7回とか、場合によっては10回とか、復習した内容もあります。なので、ぜひですね、わからない部分は飛ばすようにしていきましょう。で、勉強っていうのは、重ね塗りなんですね。ちょっと見ていただきたいんですけども、まず一周勉強しますって言った時に、こうやって塗りますよね。一回目塗ります。で、そうすると、今この白い部分っていうのが塗れてない部分ですよね。つまり、これがわからなかった飛ばした部分なんですよ。でも、二周目、こうやって塗っていきます。そうすると、この白い部分って少なくなってくるじゃないですか。ってことは、
ちょっとわかる部分が増えてきた。それでも2周目でもわからないし、この白い部分ってまだあるわけです。それをどん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 こう重ねていくんですよね。で、そうするとどん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 やっぱ黒い部分っていうのが増えてくるわけですよね。これが勉強なんですよ。で、どん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 黒い部分を増やしていく。つまり、わかる部分を増やしていくっていうことなんですね。で、1周目やるよりも2周目やった方のが一通り勉強してるわけなので、同じ解説であったとしても、理解できるものが出てくるんですよ。1回目の解説では理解できなかった。にもかかわらず、一通り勉強して、2周目、同じ解説なんだけども、あれなんかわかるようになってきてるなっていう問題、意外と多いんですね。つまり1周目で何回も何回も復習する、何回も何回も読み返すよりも、1周目で分からなかったら飛ばして、2周目で2回目読む、3周目で3回目読むってやった方のが、実力はつくんですね。3周目であれば、1周、2周って2回繰り返してるわけじゃないですか。一通りの勉強を。そうすると、それなりに知識も増えてるんですよ。もちろん分からない部分もたくさんあるけれども、分かる部分っていうのは、あそこであんなこと勉強したなっていう風に、ちょっと頭の片隅に残ってたりするんですよね。で、そういった知識とつなげて、あ、これはこういうことなんだって分かるようになってくるんですよ。なんでぜひですね、分からない問題は飛ばして、分かる部分から先に頭に入れていく。こういった勉強をぜひ行っていただければと思います。そして弊社は短期講座を今行っております。短期講座ではできるだけ解説に詳しい内容を入れておりますので、初めて勉強される方でも一定の知識がつくような内容としております。試験まで時間がない中で短期間で実力を上げたい。そういった方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います。予備校通っていてもあまり理解ができない。他の通信講座使っても点数が伸びてこない。独学でやっていても理解できない。そういった方はぜひ短期講座ご検討いただければと思います。まだ今からであれば試験日まで時間ありますので、諦めずに一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。